それを十何個開けたの？簡単に開きますね。これぐらいの穴と、併用すればいいんじゃない？そっちは空気穴でって感じですか？で、排火器穴。そうっすね。横を空気穴にして、縦を排火器穴にする。あんま考えないですよ。ノディパティがいないぞ。あ、ノディ、ノディ。下も一緒にやっちゃった。よくいけたね。まだ切れ味あるね。これそのまま重なるもしかして。そのまま重なりますよ。重なりすぎじゃん。でそこでこの辺りに空気穴作って、で空気穴の列だけまっすぐこうこれでへこませる。あ、じゃあ二重にするって意味か。あ、そうです。あ、なるほど、ね。で上は開けないってことだ。上？ここの間は、あ、開けないです、開けないです。ここか、このラインに開けない、このラインだけ開けちゃう。いくつ開けた前の時？前の時結構開けましたね。ここの間はここちょっと避けたいよね。そうっすね。
曲げて。下はこれでいいかもな。ホールソーでさ、1、2、3、4、5ぐらい開けて、間をこっちにしよう。前、こっちのやつでたくさん開けたらすぐそこ抜けちゃって、うん、とりあえずこれで OK ですかね。あと横、空気入りやすいようにこの列だけ縦に潰しちゃうっていうのを覚えてやりました。ちょっとへこますだけか。あ、そうそう、ここが潰れづらいですけど、はい、はい、ほら、ちょっと、パチこっち向いて、はいはいはい、いらっしゃい、こっち向いて、パチおやつ食べる。だいぶ内側にへこんでるから大丈夫そうですよね。1分半で終わったよ。よし、いいんじゃない。いや、ボロボロだな。そりゃ分かねえわ。あ、でもそんな落ちないな。高圧洗浄機かな。でもいいか別に。でもやっぱりあれですよ、効率落ちるよね。去年の冬はそれ取ったらすっげえ湧きやすくなった。そうでしょ。高圧洗浄するか。
大丈夫そうですね。なんかでも安定悪いですね。うん、全然ダメ。安定しないですね。意外と硬いやつも混じってるから、うん、一段もあるんだね。盛り上がってました、ね、あ、おしっけ、うん、お風呂入最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。